さかのおじいちゃん殴れみたいなことも言われてたな。結局殴らなかったけど、かわいそうじゃんね。だってね、おじいちゃんね、このおじいちゃんもおめめがあれなんだね。ですごい気になるのが、あんま出れないか、このビルゲンワースだの、あの教室だのにね、目玉がいっぱいあるわけですよ。瓶詰めの、瓶って言っていいのかあれですけど、目をね、どうしたのっていうなんかあるんでしょうね、きっとね。じゃあまず、まあ結構ね、避け方は分かったんで、でも一発食らったら死ぬっていうのは厳しいですけど、まあ行ってみましょう。 GO! いけー、降ってきたー。ほい、ちょっと減らすか、まず。はい、ちょい、一体ローマ、ロマ、逆から読むとマロ、逆マロ。もうちょっと減らすかな。1、2、3、いっちょい、危ない、そろそろ。じゃあ塗っていきますか。ほっ、1、2、3。これがね、この時も、あ、判定があるのに。どこ行った、いた。うわー、いっぱい来たー。これね、走り続けてると結構ね、かわせたんだよな。うわ、お前はちょっと死ね。うわー、これ延長がもったいねえな、ほんと。うふー、よし、死ぬ。あそこか。うわー、これね、一方向に走り続けてると一応かわすことはできるというのが分かったんですけど、うわー、からの、あー、やばい、危ねー。うわー、これ無理だな。どうするこれ。子供ちゃんたちこっちに、どうにか孤立させたいけどな。ど真ん中にやがるな。うわ、あら、走る方角が悪かったか。ちょっと得意の重装で行ってみるか。あ、濡れない。まあ一回濡らなくて、ちょっと実験で重装で突撃したら割と大ダメージとか、そんなことない。これ、あ、いた！あ、やばい、あ、届いてない。あ、もうなんかすっかり距離感覚が。あら？当たんないのかな。うわ。ちょっと、もう一回、雑魚じゃなくて、逆マロに。逆マロにさ、逆マロがあれ逆さになってエビ取りになったらマロじゃん。そんなどうでもいいんだけど、彼にこの重装の一撃は、どの程度入るのかみたい。うわ、やっぱこう守るように立ち回るな、こいつらな。何匹か倒さないとダメだな、かな。頭からいっても3発で。あー、いいね。じゃあ、こっから、あ、結構入るね。あ、危ね。頭から入るとどうなる？あ、お前邪魔。頭から入るとどうなる？あー、やっぱ97なんだね。
うーん、雲とビルゲンワースの関係って何なんだろうね。じゃあ塗るか、またほっほっ。ああ行かれたか。どこだ、どこにいた、いた。なんか2箇所めちゃめちゃ現れるんだなこいつら。やばい、うはー、うはは。出すぎでしょ。やばい、ダメだ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 、見えない見えない見えない、どこどこどこ、俺どこ。あ、死んだと思った。ゼロ、ダメ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 。なんとかいけないかな。あぶねー。もう一回、もう一回ドドドンってきたら行くぞ。当たっちゃった。いけるか。うわー、もう全然最悪だな。もう完全に輪の中にいるな。減らすしかないか。お、地道に減らしてく。もうそのうち死ぬよなこれ。あぶね。俺は勝てる気がしないな、この戦法だと。これもう、危ない危ない危ない。逆、マロ状態の時は、そんな広範囲じゃないのか。この時が危ないのか。からの、危ないよ危ないよ、危ない危ない、逃げて逃げて逃げて、ブオーいや、これエンチャーした方がいいのかな。もったいないよな、でもな。おいもったいないとか言ってる場合じゃねえのか。雑魚一体に3回踏んなきゃいけないっていうのは厳しいよな。これさあ、あ、これで雑魚ども吹っ飛ばしてっていうのと、まあ、雷じゃないにしてもなんだっけ、白ベタこれ塗ることによってだね。あれ、これを塗ることによりせめてこう2発で倒せるようになるとか、そんなことはない。ちょっと待って、これドゥーンが有効かどうか試してみたいな。ドゥーンであの雲たちが散るんだったら散らして攻撃すればいいんだもんな。おお、来たか、このドゥーン使いの。ドゥーン、ちょっとまずドゥーン実験するか。ドゥーン実験、お前お前ドゥーン、あっ、ひるむ程度か。ひるむ程度ですか。はい、ドゥーン。のけぞる程度でした。ダメだな。ならば白ベタ、白ベタで1、2、3、あ、やっぱ3か。変わんねえ。1、2、3、全く変わらないっすね。むしろこいつらなんかなんだろう、神聖強そうな気配すら。ねえ、ていていてい、てい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 、お前死んどけ。いたー。あれ、さっきより少ないよね。さっきもっといっぱい出てたよね。わあ、危ねー。さっきなんか2箇所にうわーっていたもんね。早くなんかやれ、なんかやれ早く。あ、今すごいチャンス、すごいチャンス。あーいやー、あいやー、からのほっ、危ない危ない、あ、これ危ない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 危
ばいやばい。おお。えいえい。ああ、今チャンスなのに。うん。どこ行った？またいっぱいいる。なーい。よし、今だ。一撃離脱。ひゅー、いってー。やべ、やっべ。あああああ、やばい。もう群衆がやばいことになってるな。でも離れるとさ、これやってくるってことだよね、きっとね。近づくとそんなことはなかった。ふん。一撃離脱。逃げろー。まだ？あれ？うおぉ！やばい、スタミナねえ。やばい、立ち上がってる。立ち上がってる！ブブ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 ！いやー、あの雲、小雲たちさ、あいつらどうにかしたいな。あれ、火炎瓶でどうにかなんねこれ。あんだけ密集してたらね、ドッカーン行くんじゃないの？どう？ちょっと試してみっか。あ、その辺がいいかな。あー、そんな。あ、いいね。ほっ。全然でした。ないよ。まあ、頭じゃないとこ狙えば一発っていうのはわかるんだけど。ロックオンしないとやりづらいもんな。これの R2 ってなんだっけ。あ、これか。あー、全然やるか。この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 、うん、ちょっと危ない危ない危ない。待て待て待て、あんだよ。何体出てるあれ。10体ぐらいいるか。離れちゃダメだ、離れちゃダメだ、離れちゃダメだ。うー、怖いけどもひるむな。いけ、このこの、うー、やばいかもしれない。うー、ヤスリがどんどんなくなっていくな。てか第一形態っていうか第二形態になるまでは使わなくていいんじゃないかな。問題は第二形態になってからいかに早く大きなダメージを与えるかだもんな。でもこいつらもさ、もういいんじゃねこれ。そういう問題じゃない気がする。痛い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 。あー、もう死んじゃう死んじゃう。そういう問題だったんだ。今なんか走っていかなかったか、誰か。ここ気のせいか。啓蒙66あることによりどんだけ違ってるんでしょうね。そこまで違わねえっていうコメントもあった気がするんですよ。
どうなんだろう。で15以上だったらもういくらあっても変わんないものなのかとか、その辺も全然わかんないですけどね。まあ、わかるのは15以下の方が楽だよっていうことだけど、何が楽なのかも分かってないですね。攻撃、敵の攻撃力が高まるのか、お前なんか素早かったね。いやー出過ぎだよな。しかしな、よくしかもこんだけ多関節なキャラをこんなにもって感じだな。あ、うわー、もうなんか本当にこの夢の中で戦ってる感があるな。悪夢の中、危ねー。あー、リゲインしてから、まあいいや。塗っていきましょう。はい、お、いった、どこだ。うん、いやー、うん、お前じゃないんだって。うわ、死ぬ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 、逃げてエビ、ちょっとやばい、任せる。うー、あー、ワープだ、どこだ、あっちかい。あー、スタミナがないぞ。危ない、うわ、危ない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 、あっちの、あっちの部隊も来たぞ。あ、やばいか、あ、大丈夫か、スタミナがない、うい、お、やばい、鼻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 、逃げろ、よし、頭じゃないって、ここで槍にしてみるか。槍じゃない、重装、チャンスがないな。よし、だいぶ前が詰まってきたぞ。今だ、ほちや、お前ら、あ、無理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 、これは無理、溜める余裕なんかないな。もしなきゃダメだからな。一撃離脱。一撃離脱。おお、荒ぶってんな。スタミナが危なかったよからの一撃離脱。ああ、怒ってる怒ってる怒ってる。うーからのドン、うっ、やばい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 、あ、やばい、オッケーオッケー、からの、ほっ、一撃離脱。いいねいいね、ドゥーンしてる、無駄ドゥーンしてる、無駄ドゥーン、からの一撃、あ、もう一回、いけいけ、うぅ、焦るな焦るなって、欲張んなって、よく、いき、危なかった、
危なかった。さあもう一回中やら、もう一回中やら、中やら、ドゥーンか、無駄ドゥーンか。うん、よしよし、いやーこれどうだ、いけるかいけるか、腹よし、いやー72。